はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv でございます。暑いですね、毎日。早速本日も、この日焼けした肌で、お送りしたいと思います。本日のお題は、好きなことをしていると、心が老いることはない、こちらのお題を今から読んでいきます。一生続ける好きな仕事のことを、ライフワークと言います。お金を稼げなくても趣味でも構いません。一生続けられる好きなことをしている人は皆ライフワークを持っていると言えます。嫌いな仕事をいやいややっているのはライフワークではありません。嫌いな仕事は心の中からやる気や元気などの気をどんどん奪ってしまい、心の老いが加速してしまいます。好きなことをしているというのはそれだけで心が若い状態を約束します。好きなことをやっていると面白いからやめることもなく一生続けてしまう。好きなことだからこそ特に勝ち負けにこだわる必要もない。好きだから。これがライフワークなのです。ライフワークのいいところは勝ち負けを意識せず楽しめるということです。例えば仕事をしている人はつい勝ち負けを意識した毎日になります。仕事をしているからには競争が発生し勝ち負けが決まってしまいます。同じ商品を売るとしてもどちらが良い売れているかで、どちらがより売れているかで会社の存続まで関係してきます。競争で勝てば生き残れます。ただし負ければ会社は倒産します。このように常に勝ち負けを意識した状態ではいつもどう相手に勝つか考えていなければなりません。ここにもはや好きはありません。好きなことをなんて言ってる場合ではなく、嫌なことでも何とかして相手に勝たなければなりません。そのためにテレビでは不正行為で逮捕されるニュースでいつも賑わっています。頑張っても勝てなければ、もはや汚職行為でもしないと生きていけない状態になってしまうのです。これが勝ち負けを意識した人の結束です。結末です。勝ち負けを意識しているからには一生安心することはできません。常に誰かに追い越されるのではないか、奪われるのではないかと息つく暇がありません。好きなことをして一生過ごしていくなんて夢のまた夢。勝ち負けを意識している人はその時点で青春とは遠ざかった生き方になってしまうのです。それに比べて勝ち負けを意識せず好きなことをしている人は焦る必要がありません。誰かに勝たなければ幸せになれない、勝ち負け組の生き方とは違い、好きなことをしているだけで幸せになれています。好きなことをしているから毎日が楽しいし、やる必要もありません。そのおかげで終わりもありません。勝てば幸せ、負ければ不幸と考えるのはやめましょう。好きなことをして楽しいから幸せを目指していけばいいのです。好きなことを中心に生きていくと終わりのない青春時代となります。今日の格言、好きなことをして心にどんどん元気を与えていく。確かにね、好きなこと夢中になる。確かに嫌なことをやってると時間が経つのが遅く感じたりするしね。好きなこと夢中っていうのは夢の中にいる。だからタイムスリップとか、タイムスリップじゃないか、なんだろう、全然同じ時間の過ごし方でも早いか遅いかで違う。同じ1時間でもその人の倍を生きているような感覚になるそうです。夢中、夢中というのはもう夢の中にいるような感覚。で、なんかの本で書いてありました。なるほど、好きなことを夢中にできるように心がけたいです。はい、もう暑くて頭が回りません。今日も勉強になりました。ありがとうございます。ドボン。